ちは、ゆりです。私は今お家に来ています。わかるってね、この背景でね。おい、今日はなんと何について語るかというと、はい、これなんですかね、わかんないよね、みんな。あ、じゃあこれだったらわかるでしょ。おい、荒川静香さん金メダルということで、実は私大のフィギュアファンということでね、なんかね、これ海外一人旅動画なんですけど、そうそう、海外一人旅行くのもこの人たちを追っかけるために、私は海外一人旅に行き始めたわけですよっていういきさつとかですね。はい、あとちょっとね、本当に今は語りたいことがめっちゃあってですね、今年のフィギュアスケート全日本選手権のこととかで語りたいことがめっちゃあんだろうね。もうちょっとスケート愛が止まらないので、それを動画にしていきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、ウケるよね。旅行動画だったんじゃないの、ゆりさんみたいな感じだと思いますが、そうなんですよ。これ見て、これね、なんでこれを今出張してるかというと、私ね、この時に行ってたんです。トリノオリンピック。で、これは、さっき見せた、これはトリノオリンピックの、ほら、見て。トリノって書いてるでしょ。2006っつって。うん。だからトリノの時の、これはチケットですね。そう。だから私がめっちゃフィギュアファンだっていうことと、この当時、ほんと世界中を追っかけてたんで、もう、フィギュアスケートが大好きすぎて。な、ね、すぐりさんとか、みきちゃんとか、ね、もう生で見たくて見たくて、追いかけてたんですよ。っていうことと、私ね、アイスダンスっていう、まあ日本ではあんまりメジャーじゃない、シングルがね、メジャーだからね、っていう競技が大好きで、ずっとそのアイスダンスの競技の追っかけをしたんですけど、この度なんと、大好きな高橋大輔選手が、なんとなんと、アイスダンスに転向したわけですよ。というのも含めてですね、はい、これトリノの次は、はい、バンクーバー。はい、まおちゃんのね、覚えてますかね、バンクーバーね。この時にね、これ、絶対乗ってるでしょ。だから、その時の雑誌は買ってんだよね。だから、絶対大ちゃんこれは乗ってると思うんだけど、この時にさ、大ちゃんがさ、今さ、アイスダンスっていうね、日本人にとっては多分すごいマイナーな競技だと思うんだけど、それをやってるっていうのが私にとってはすごく感慨深いわけですよ。そうなの。で、アイスダンスっていう競技が、なんかマイナーだからこそ、こうずっと見てきた私にとっての、はい、高橋大輔。おいおい。おいおい。こんなのあったんだよ、みんな。こんなインタビューの記事とか持ってんだよ。もうね、全部だいぶ処分しちゃったから、ほんと家に残ってるのはマジですごい、ほんとに。ちょっとしかないんだけどね。そうなんです。で、なんか好きだからこそ、なんか今アイスダンスの競技をしている大ちゃんに送りたいエールと、そうだな、なんかちょっとやっぱ、なんかアイスダンスについて語りたくなっちゃったので、ちょっと、まあ、こんな動画を撮ってみちゃおうかなって思いました。うん。ということで、フィギュアスケート愛をちょっと語りたいと思います。よろしくお願いします。そう。うん。そうですね。何から話したらいいかよくわからないけど、とりあえず今ね、全日本をやってるから、全日本の、そうね、羽生くんとか、高橋大輔選手、村元哉中選手とかですね。
に対する昭和先生、そうね、もともと男子シングルとやっぱアイスダンスが好きかな、一番、まあ、まあ女子ももちろん好きだけど、まあ、好きですね。で、まあ羽生くんは昨日の全日本もうおめでとうございます。もう素晴らしい演技だった。お姉さんは感動した。いや、皆さん感動されたと思いますよ。あんなね演技なかなか見れないですよ。スケートファンは分かってらっしゃると思いますけど、あのね、飛ぶジャンプ全部加点がつくとかっていうことはあまりないと思うので、まああれが見れただけでもいいんじゃないかな。なんかあまり男子シングルに対しては語ろうとは思っていないんです。なんでかって言ったらそういうチャンネルはみんないっぱいあると思うから。うん、で私が好きなのはアイスダンス。はい、この二人が誰か知ってる人は2ですね。はい、ここに3位もある直筆の、はい、この世界チャンピオンですね。はい、この2人の前かな、もっと、もうちょっと前からアイスダンスは私はすごい大好きで追っかけております。なので高橋大輔選手がアイスダンスに転向してくれた時はマジで嬉しかった。ブラボー。もう大ちゃんにアイスダンスマジでやってほしかったからね。やっぱりあの彼のステップとか、そうですね、なんか表現力とかはもちろんシングルでも素晴らしく結果を残してもらった選手なんですけど、アイスダンスで絶対もっと活かされると思っていたので、ダンスファンとしてはね。だから、まあ、特に日本人でアイスダンスの選手ってほとんどいないし、うん、なので本当にやってほしかったんですね。はい、なので彼女がアイスダンスに転向してくれたのは本当に嬉しかったですね。はい、これ今宇野昌磨さんのコーチのステファン・ラミエールさんとかパーティーで写真撮っております。過去の栄光を探すなみたいな感じだけど、いいんですよ、ね、自分のチャンネルね、何やったって自由だから。そうっていう意味で、ね、今ね世界チャンピオンの RM マキス・ムスタビスキーと、はい、この真ん中は私ですね。はい、こんな写真撮っちゃってます私。アイスダンサーの世界チャンピオンのさっき見せた2人ですね。アルベナ・マキシムですね。とか。もう本当に本気で追っかけしてたんで、見てもいただいたら分かると思うんですけど。はい。ぐらい、アイスダンスが好きなファンの一人として、本当に大ちゃんがアイスダンスに行ってくれたのマジで嬉しい。はい、そうで、まあ、まあ生意気なんですけど、今回のダイちゃんとカナちゃんのプログラムについてちょっと話したいというか、まあ、彼女たちも10ヶ月なのでまだまだ、もちろんまだまだ、ね、ちょっとアイスダンサーとしてはっていうところはあると思いますけど、うん、まあ、まずはやっぱり今回2人の演技を見て思ったのは、うん、すごい、あのね、2人のダンサーとしての素質が本当にすごいです。本当にすごい。あとなんかね、まあ日本人からしたら高橋大輔ってすごいスケーターじゃないですか。ね。っていうのを見ると、やっぱり、高橋選手に、やっぱスポット当たっちゃうと思うんですよ。うん。でも別にそれが悪いことでは全然ないんだけど、アイスダンスって基本的に女性を立てる競技なんですね。ってなった時に、やっぱり、すごいなと思うのは、や
やっぱりね、村本かなちゃんの、かなちゃんの、ダンサーとしての素質と、アイスダンサーとしてのその、女性としての美しさが、私は、すごいなって思うんです。はい。はい。世界チャンピオン、ここにもいます。シェイリーボーン。こっち私、こっちシェイリーボーンね。わかると思うけど。はい、もうこの時もう若すぎて、私、今の私と全然違うけど。はい。と思うんですよね。はい。なんか、もう美しいでしょ？このシェイリーン見て、もう、この世界チャンピオンのこの彼女見て、この美しさがすごいでしょ？それを引き立てるのが男性ダンサーの役割なんですよ。あ、ちなみにここに高橋大輔映ってますけどね。はい。これね。これ大ちゃんですよ。これもう16歳ぐらいだと思うよ。うん。そうそう。っていうのがあってさ、だからさ、まあ、長年アイスダンスを見てきた人からしたら、もう、あのね、かなちゃんのアイスダンサーとしての美しさはすごいんですよ。で、あとはやっぱり男性ダンサーがどれだけそれを引き立てるかっていうことがアイスダンスの本当に醍醐味なんですね。で、前の、ペア組んでた、男性もクリスももちろん良かったとは思うけど、でもなんか、私が思うアイスダンス好きの女子からしたときに、やっぱりね、日本人のアイスダンサーって欧米のアイスダンサーよりもっとなんかね、感覚が繊細だなっていうのをすごく感じていて、それを引き立てられるのはクリスよりは大ちゃんの方が引き立てられるんじゃないかなっていうのを、やっぱり前回 NHK 杯と今回全日本の2人の滑りを見て思いますね。うん。ただ申し訳ないけど、やっぱり大ちゃんがまだ全然アイスダンスに転向したばっかりなので、2人で滑るパターンダンスとか、ダンスステップとか、あとはまあ一番はリフトですね。リフトに関しては、もう、申し訳ないけど、長年滑ってるカップルに、よりは、もちろんもう当たり前だけど、劣るし、リフトとかはもうちょっと、もう本当に危なっかしいんで、大ちゃん大丈夫？落とさないでよ、カナちゃんみたいなとこあるんですよ、もう。でも、すごく頑張ってるなっていうのとかも、わかる。だから本当に今後応援していきたいカップルだなとも思うし、ああ、なんか日本のアイスティムコレト組とかもね、面白いしね、なんか今後の日本のアイスダンスもっと面白くなるかもしれないなと思って、めっちゃ注目します。ということで、ホテル配信とは全然関係ないけど、今からなんかこのなんか、フィギュア配信ちょっとやっていこうかな、と思います。もーちゃんとか。まあ、もちろんその、本当は、今回のカニュくんとかの、ね、演技とかももっと思うことはあるし、もうちょっと伝えたいことはあるけど、もうちょっとこんななんかさ、短い動画では伝えきれないので、もうちょっとこう、細分化して、今からやっていけたらいいのかなって思いますね。ということで、まさかの、急に、全く違う動画が配信されるという、一人旅と関係ない動画が配信されるという動画でした。ということで、勝手に自分が楽しいからやってるからね、またやっていこうかな、と思いますよ。でも、まずは、水谷君おめでとう。っていう、優勝おめでとう。水谷君優勝おめでとう。お見事。うん。と思いました。
そうね、あの内容は、そのゆずるくんのやつは、ちょっとまた語ったら長くなるから、後にするわ。あと、世界戦チャンピオンのネイサン・チェンの動画とかも全部チェックしたからね。ゆずるくんの演技を比べて思ったこととかもあるけど、まあまあまあ、それはまた後にしますよ。今度にしますね。まずは、私は、実はフィギュア1でしたっていうのと、フィギュア1で、海外一人旅してましたっていうのと、ちょっとこれからフィギュアについても発信していくぞっていうのの動画でした。今日はパジャマです。ということで、おやすみなさい。バイバイ。